Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as a dollar or as much as $100. Also, you can look at the links below and using those links will help support me. Now, back to the video. Aniki, 本当に死んじまったのか？ダメだ。どうしても実感が湧かない。兄貴、まだやることが残っていると言っていたはずだ。王女さんだって、まだそんな覚悟ができているようには見えん。こんなあっけなく死んでいいはずがないだろう。ダメだ。考えていてもどうにもならん。とにかく、今は一刻も早くヤマトに戻らんと。置き去りにしてしまった宗近のことが気になる。本当は彼女こそも一刻も早く戻りたかっただろうに、うん、ちょっと意外だったかな。何がだ。帝の崩御の知らせを受けてうろたえていた感じがしたこと。仕方がないさ。ヤマトの民にとって帝とは神のような存在だったんだ。それが死んだと聞かされたら、その心中はどれほどか。あ、そうじゃなくて。じゃなくて。ハクがうろたえていたことかな。自分が？そうか、うろたえていたのか。ハク？ああ、これからのことを考えていてな。神のような存在が消え、ヤマトがどうなるのか予想がつかなくて戸惑っていた。ふん、そっか。ヤマトは今頃大騒ぎなのかな。おそらくな。オシトルや三日月は今頃。それにほのかさんや王女さんはどうしているだろうか。いか、また暗い考えに陥りそうだ。ハク、アンジのことなら大丈夫かな。オシトルがそばにいるんだから。それもそうだな。だが兄貴や王女さんのことだけじゃない。もっと別の何か嫌な予感がしてならない。何この嫌な匂い。主様。うわっ、なんだ、驚かすな。来る。何かザラザラした感じが近づいてきます。ザラザラ。何か来る。敵。ウルール、サラナ、皆起こせ。ダメ。敵はどこです。まずい、すでに囲まれてるぞ。なんだこいつらは。族か。いや違う、
物取りや追い剥ぎの類じゃない。もっと生々しい吐き気がする雰囲気を放っている。こいつらまさか。ヤクトールとか何か知ってるのか。ウザール社の資格。資格影だ。わあ、いいなそれ。いや、良くないってよ。まともにやり合っていい奴らじゃねえ。それに本来奴らは気配のない影のような連中。こうもあからさまに殺気を放ってくるはずが、まるで飢えた獣みたいじゃない。確かにズスクでの連中に命を狙われるならわかるが、どうして今さらウズール社だ。それもわざわざ遠く海を越えて。宗近さんが発注商ならともかく、僕たちを襲ってくるのも不可解です。考えるのは後かな。向こうはこらえ性がないみたいだし。分かってる。みんな気をつけろ。さて、どうする？まあ、はい、くらえ！よっと。追い込むで。
番ね。レイジング、次はもう練習を貫く。やりすぎたかしら。私に続いて、まずは目の前の敵ね。慎重に行かないと。ヘムカム、守りよ。次の手は私に続いて。少年馬かな。癒やし慈しみの3位。一応無理は厳禁かな。うちに任せてや。よし、任せて。行ってみせます。皆さんを守ります。ご命令ください。さあ行こうか。ポポポ、はい、早く終わらせないと。厳禁かな。戦の時間やえ。
Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as $1 or as much as $100. Also, you can look at the links below, and using those links will help support me.